今泉潤です。広井王子です。中澤美奈です。それでは昨日の続きをどうぞ。そういうことなんだよね。私、はい、僕はねすごいいいと思うんですよ。潤ね、うるおうです。うるおうですよね、はい、やっぱなんか今年乾いてるんですよ僕。この前から言ってるよね、乾いてる乾いてるって。乾いてるんですよ今自分は。だからちょっと潤いたいなって。何に対して乾いてるかって言ったら、やっぱなんかこうやってることがなんかこう増えたりもするし、やっぱ一生懸命一つを作ってる時ってすごくみずみずしいんですよね、これに向かってるから。やっぱ今すごく注意散漫になってるというか、まあプロジェクトも多いし、なんか乾いてるなとはね。でもこう野心とかさ、何かを向かう時って乾いてるじゃん。割とずっと乾いてるんですよ。俺はだから求めてるだからいろんなこと求めてんだと思うよ。そういうことなんですね。潤いたいなと。あ、なるほどね。そして潤うと一旦こう休憩するかも。ちょっと休憩っていう名付けられたのかもしれないですね。誰に？女に？おかんにですよ。ああお母さんに手名付けられるんだ。ジュンってね。ああそうか、ジュンって名付けられたから。なるほどね。でそれってさ、名前に縛られるよね。俺なんかもほらテルヒサじゃない、照明のショーに久しいだからさ、だからなんかずっと明るくいるみたいな、そんな風にこうし名前に縛られてる感じがする。なるほど。うん、だすごくこう明るくいたいと思う、ね、引きこもりのくせに明るい引きこもりだからさ。明るい引きこもり、うん、ちょっと潤っていたいですね。あ、そうね、うん、やっぱ化粧水も大事な年になってきたし物理的なやっぱね、なんかすごいなって思うのが、足とかわかるよ、おじさんたち足とかさ乾燥し始めない？そう、カサカサになってくる。いやでも私も乾燥します、足は、うん、まあ、女子ってなんかボディクリームとか塗るじゃん、はいはい、男って顔に化粧水はあるけど足とかってないじゃん、そんなケラチナミニベアとか。あ、そうそう、いやつけなくないですか、その文化として。顔はまだわかるよ、なんか乾燥するしで見られないし、足は男ってズボンなし、基本スカートとか履かないし、でもすっげー乾燥してる時あるよね。うん、あの両親はずっと日焼けしてるから絶対に体中に油塗るんだ。で皮膚って防御